僕らの町町内会からのお知らせです。おめでとうございます。梅雨が明けました。しかしながらラジオの人気は停滞しています。梅雨前線か。それでもようやく夏が来ました。しかしながらメールは来ません。夏が来るでもメール来ない。大黒摩季さんです。神様人望をください。始まります。僕らのラジオ。はい、というわけで改めましてこんにちは。アトリエナルセ代表のご存知早川と申します。皆さんご機嫌いかがでしょうか。変わらずお元気でしょうかね。皆さんね、本当にこの夏どんな風にお過ごしになっているんでしょうか。我が家はですね、8月からお盆明けまでですか、息子がね約2週間の短い夏休みなんてね入ってますけれども、アトリエナルセもね、8月の8日土曜日から、16日の日曜日までが、だいたい世間と同じですかね、盆休みということになってるんですけれども、何を話していいのやら、そんな今日この頃特に何も起こってないぞという感じなんですけれどもね。私ですね、この2月くらいだったでしょうか、突然何をね言い出すんだ、そんな感じなんですけれども、人生初のプチ整形をしましてですね、レーザー治療っていうんですか、シミをね取りまして、右の頬に、大きさ1センチくらいのシミがですね、10年くらいあったんですけれども、ニキビの跡がねそのままシミになっちゃったっていう感じのシミでしたね。そのねシミのあった詳しい位置をお伝えしますとね、まず顔を地球に見立てていただきまして、赤道の少し下あたり、オーストラリア、ニュージーランドの位置くらいにですね、栃木県のような形のね、シミが右頬あったんですよ。これがですね、北半球の位置にあれば、別に良かったのかもしれないんですけれども、南半球にありますとね、なんて言うんでしょうか、見た目の重心が下がる分、こう写真なんかに写りますと、非常に老けて見えるということでね、テンションが下がるわけですよ。でね、一年発起しまして、レーザー治療に踏み切ったんですけれども、一年発起する必要があったのは、40代を超えたね、男性が、シミに気にするみたいなことですよ。その壁をね、乗り越えるまでに少し時間がかかったんですけれども、病院に行きましてね、シミ取りたいんですけどっ
って言った時の、まあ、自分の、まあ、醸し出すオーラはですね、あのうちの奥さんが、まあ、そういうねちょっと、まあ、見た目にうるさい人なんで、まあ、旦那としても、まあ、仕方なく、まあ、この場所にやってきてるんですけど的なですね、まあ、そういう雰囲気、まあ、オーラを、まあ、出しているつもりで、まあ、病院にも、まあ、行ったんですけれどもね、まあ、1万円ぐらいだったかな、こうパチパチって言ってね、あのシミをレーザーで焼いて、まあ、ちょっと焦げ臭い匂いなんかもしたりして、まあ、理屈で言えばね、そのシミのあった部分を、まあ、軽い火傷状態にして、そこからまあ新しい皮膚を、まあ、きれいに再生させましょうということだと思うんですけれども、まあ、皮膚がね再生するまでは、まあ、元シミの部分は非常にデリケートになるわけですから、まあ、紫外線に当てないようにね、あの丁寧に、まあ、専用のシールなんてものをもらうんですけれども、まあ、そのシールをまあ貼って紫外線から守って、であとはまあ清潔にして専用のお薬をこまめに塗ってっていうね、それがね、あの、めんどくさいといえば、めんどくさいわけで。まあ、そのせいなんでしょうか。なかなか男性はここまで綺麗にならないわよってね。あの、まあ、女性の先生だったんですけれども。まあ、あの、褒められる始末でしてね。まあ、それくらい、まあ、綺麗になったんですよ。まあね、あの、まあ、男のくせに、シミの一つや二つ、まあ、気にしやがってっていうね。まあ、特にあの女性の方からなんとなくそういう感想を持たれてしまっているんじゃないだろうかということはですね、まあ容易に想定できるんですけれども、まあ、人生は一度きりっつってね、まあ数割増しとまでは言いませんが、まあなんとなくずっと気になっていたものがなくなったということでね、まああのそのシールをペロッと剥がしてですね、あの非常に綺麗になっていた時にはですよ、数パーセントくらいは、まあ、人生のボルテージがぐっとこう上がったわけなんですけれども。あの、もちろんね、あの、まあ、僕は別にどっちでもいいんですけどね、みたいな雰囲気は出してるんですよ。まあ、ただ、あの、心の中では、もう、盆踊りですよ。やったやったですよ。でね、まあ、そんな、シミのなくなった右頬、まあ、シミなし右頬をですよ。まあ、世間の皆様にね、ご披露しようということで。まあ、披露じゃないですね。まあ、周りは気にもしてなかったでしょうから、まあ、堂々と、この私の右頬をですね、まあ、人様の前に出してやるってな問題ということでね、まあ、意気込んでおりましたところに、まあ、今回のコロナですよね。まあ、再燃と言っていいんでしょうか。ですよね。あの、この話の流れでいきますとね、まあ、その綺麗になった右頬を、まあ、世間に披露する機会を、マスクをすることで失ってしまった、まあ、そんな話をしだすんじゃないか、なんてことを思われたかもしれないんですけれども、まあ、ちょっと違うんですね。私はですね、あのコロナ騒動、まあこの、2月ぐらいからですか、まあね、起こってしまいましたけれども、ね、私はまあ常々何はともあれ冷静に行こうということでね、まあやっているつもりなんですけれども、まあそれでもいわゆるストレスっていうんでしょうか、まあそれなりに自分でもね、コントロールできない、まあ心の深層にですね、そのコロナがもたらすストレスの火種、そのようなものが確かにあったようでして、まあ、この4月、5月くらい、4月ぐらいだったかな、あの、なんだかものすごくですね、肌が荒れたことがあったんですけれども、まあ、その時にできたニキビ、まあ、この年だと吹き出物っていいんでしょうか。まあ、そのうちの一つがですね、まあ、まるでその元シミの呪いのようにですね、まあ、顔を縦半分にする中心線があったとしたら、その元シミのあったちょうど対極の位置、まあ、例えば本で言いますと、右ページに反抗してすぐに閉じて開くと左のページにも歯肉、朱印がついている、まあ、そのような感じで
この夏、私の左頬に新たなシミが仲間入り、ということでね、そんな気分でお届けする僕らのラジオ第8回なんですけれども、私は一体何を喋ってるんでしょうか。気分を変えまして、前回ですね、メールテーマということで、この夏どう過ごしますかというですね、お題を提示させていただいたんですが、まあ、冒頭でも申し上げました通り、今メールが来ないということでね、前回第7回の時にですね、回れながら、まあ、これはいいお題だぞ、なんていうふうにね、思い込んでいた分、そのメールが来ないという事実に対してですね、そんなはずはない、そんなはずはないっていうね、なんか漫画に出てくる悪役の最後みたいな感じでね、毎日メールの更新ボタンを押し続けちゃったりして、そうこうしているうちにね、勘のいい、まあ、優しいリスナーの方3名の方からですね、ありがたいことに、まあ、メールをいただきまして、まあ、ようやくこの第8回を録音している次第なんですけれども、私もですね、ラジオは、学生の頃から、まあ、聞き続けていますけれども、まあ、これまでの人生でね、そのラジオ番組にハガキやメールを、まあ、送ったことはございませんので、よく気持ちはわかると言いますか、それは普通、まあ、なかなか送りにくいものなんじゃないかしら、みたいなことですね。思ったりするんですけれども、まあ、いざですね、まあ、こういう、まあ、小さなラジオ番組ですけれども、まあ、始めてみますと、メール来ないなっていうのはね、なかなかですよね。よくわからないですけれども。というわけで、改めてお知らせさせていただきますね。このタイミングですけれども。ご質問、ご相談、メッセージはですね、初めて読み上げてみたいと思います。info@atelier-naruse.com までですね。綴りは info、info、アトリエは ateliere、 中学生の覚え方で言うとアテリエール ateliere ですね。それからハイフン、ナルセ、ナルセは naruse、 それからドットコム、ドット com、 info@atelier-naruse.com までということでね、件名を僕らのラジオ、プレゼントのお届け先のご住所、お名前をお書き添えの上お届けくださいませ。僕らのラジオは皆さんのメールで成り立っております。はい、というわけで改めまして8月になりました。今年はね、梅雨がすごく長くて、じめじめしとしとという日が続いてたんですけれども、まあようやく8月になって全国的に梅雨も明けて、まあセミもですね、まあいつものごとくそんなに大声で鳴き続けるから寿命が短いんだぞっていうね、まあ、そういう本気を出し始めてますけれども、私たちの住むですね、兵庫県の宝塚市はですね、まあ雨は降ってないですし、まあ晴れといえば晴れなんですけれども、まあちょっとね、薄雲がかかったような感じで、まあ気温もね、まあ高いは高いんですけど、まあ、この数年を考えると、まあそこまでの暑さではないというようなね、まあ、そんなお天気は続いてますが、皆さんの住む街はいかがでしょうか？青空に入道雲にょきにょき
というような夏は本気を出してくれてますでしょうか、どうでしょうか、そういうね、本来ものすごく楽しい楽しい夏なんですけれども、まあ、今年はねちょっと様子が違う、まあ、例年とは違う夏ということで、今回のねメールテーマ、この夏どう過ごしますかにですね、いただきました貴重なメールを読ませていただきたいと思います。まずはですね、大阪府にお住まいの、まあ、超常連ラジオネーム麦太郎さんからのメールです。第7回ラジオ佐野元春からの森本レオ最高でした、どうもありがとう私の蚊のテーマも取り上げてくださってありがとうございます。おばばもう忘れませんね、おばば。さてさて、ラジオの投稿です。今年の夏は実家のある富山へ帰りたかったのですが、この状況だとやっぱりまだ難しそうですね。予定という予定は特にないのですが、いつもながらの編み物縫い物をしつつ静かに暮らしたいと思います。まあ、素敵とはいうものの、ちょっとした楽しみは感じたいなぁと思うので、先日 SNS で見つけたことをやってみたいと思います。その名も妄想プチ旅行。まるで飛行機に乗って機内食を食べているかのように家の中でセッティングをするのだそうです。プラスチックの容器を100円均一などで購入して機内食のようなメニューを作るというもの。航空機内で流れるアナウンスや空の映像をパソコンや iPad などで流して空の上のような雰囲気に。本気でやればやるほど面白そうです。飛行機に乗れるのはいつのことやらと思うのですが、妄想を膨らませてちょっとでも旅気分を味わいたいと思います。 PS 最近のびっくりしたこと、 Amazon プライムで見ているドクタースランプあられちゃん、のりまきせんべいさん過去博士は28歳だそうです。40代くらいかと勝手に思ってましたといただきました。ありがとうございます。それで言いましたらですね、私ごとながら先日7月の末にですね、42歳になりまして、そうなりますとですね、天才バカボンのパパが41歳ですから、私天才バカボンのパパを、まあ、追い越してしまったということになりましてね、まあ、漫画のキャラクターは、まあ、年を奴ら取りませんからですね、あの人たちを基準にすると、くさくさとですね、ちょっとしたこうショックを受ける羽目になることが多いということでね、まあ、今思いつく限りですけど、北斗の拳のケンシロウは確か17、8歳、まあ、高校生くらいでしょ。で、あと誰がいるかな。マスオさんは28歳とかでしょ。ナミヘイさんは55歳なので、もうちょっとまだ時間がありますけどね。まあ、頼りになるのはですね、亀仙人が350歳ということで、まだまだ私も若造だという気持ちでね、まあ、42歳、夏、私、まあ、これからも元気に生きていこうと思っておりますけれどもですね。そういえばですね、麦太郎さんですね、実は前回第7回、でもね、メール読ませていただきまして、その時にね、蚊の話をですね、させていただいたんですよ。まあ、ろくなね、虫対策という意味では、お伝えすることが何もできなかったんですけれども、ラジオをですね、第7回公開した後にですね、とある友人からですね、蚊に刺された場合には、セロハンテープを貼ると良いというですね、そういうまあ、プチ情報っていうんですか、おばあちゃんの知恵袋的なですね、そういう知恵を授かりまして、先日ですね、まあ、ほったらかしになっていた、まあ、梅雨の時期に、
あの伸び放題になった我が家の庭をですね、まあ、少し掃除をしまして、まあ、あの蚊に刺されるとそれこそ嫌ですから、あの長袖長ズボン、長靴なんかでね、あの完全防備で、草をむしったりですね、木を剪定したりとかしてたんですけれども、まあ無防備になっていた顔がですね、まあ、何箇所も刺されてまして、よくわかんないんですけど、あの汗をかきながらこう顔刺されても なんだか痒くはなかったんですけれども、あ、まあこれはいい機会だということでね、あのセロハンテープを、まあ、貼ってみましたらば、まあ良かったような気はします。ただですね、あの顔にまあセロハンテープ何枚も貼ったもんですから、あの清水明みたいになっちゃいましてね、あの、まあ、何やってんのというですね、あの、まあ、そういう、第三者からの目はあったんですけれども、もしですね、あの蚊に刺されましたら、セロハンテープちょっと一回貼ってみるのはいかがでしょうか。あの跡も残りにくいということですのでね、おすすめいたします。さてというわけなんですけれども、ご実家が富山ということで、今年はね、帰省できないということでね、まあ、残念ですよね。我が家もですね、私は、三重県の伊勢、伊勢神宮のある伊勢ですね、まあ、その内宮外宮っていうのがあって、まあ、その外宮の、まあ、森の、まあ、近く、まあ、実家もね、山の上なんですけれども、まあ、実家が、まあ、伊勢にあるんですよね。で、なるさやこさんはですね、まあ、生まれは、大阪なんですけども、現在実家はですね、長野県の安曇野というところにありましてね、まあ、どちらも、兵庫県の宝塚からは、まあ、遠方になりますのでね、まあ、なかなか、まあ、お盆だとかこういうお正月だとかじゃないと、まあ、なかなか帰れなかったり、まあ、その時じゃないと親にもね会えなかったりするんで、まあ、例年のこの夏休みにはですね、まあ、どちらかの、まあ、実家には帰るっていうのが恒例だったりするんですけど、まあ、我が家もね、今年はね、帰省は、まあ、しない予定でいますね。まあ、私はですね、まあ、今年、まあ、2月にですね、まあ、祖母が他界しまして、そのまま、まあ、いわゆる納骨ですか、納骨をするタイミング、まあ、四十九日ですかね、まあ、コロナ真っ最中、まあ、緊急事態宣言真っ只中ということだったので、まあ、納骨の場にもまあ参加できずですね、まあ今回初盆ということにもなるんですけれども、まあ、帰れないというかね、まあ、実家の母からね、電話がありましてね、初盆だけれども、こちらで済ませておくのでね、分かってるねっていうようなね、電話がありましたが、うちの祖母はですね、私、初孫だったりすることもあって、まあ、非常に可愛がってもらってたんですけども、その一方でね、非常にこう、推しの強いと言いますか、まあ、癖の強い祖母でしたので、お前こうへんかったなということでね、まあ、そちらの方がまあちょっと怖かったりはするんですが、まあ今年はまあステイホームということでね、夏過ごしてるんですけれども、まあ、残念ですけどね、まあなんて言うんでしょうか、ただまあお盆のね、帰省はそういうふうにまあ自粛しましょうねっていう一方でね、まあ、Go to travel とか言ってますけど、まあ、Go on a trip ですよね。ということでね、まあ、なんだか腑に落ちないまま、まあ、なんとなくステイホームという感じですので、まあ、仕方ないよねっていう気持ちとね、なんだかなっていう気持ちが、まあ、常にバチバチやってましてね、まあ、どこかどうしようもないような、まあ、もどかしいような、悔しいような、まあ、そんな気分もあるはあるんですけれども、まあ、そんな時にね、メール、麦太郎さんからいただきました、まあ、お部屋で飛行機旅行プラン。まあ、なんだかね、ちょっとほっこりするようなね、優しい、お腹に優しい、心に優しい、まあ、そんな情報をいただきまして、ありがとうございます。これ流行ってるんですかね？皆さんも知ってるっていう方はいらっしゃるんでしょうか？どうなんでしょうか？まあ、世が世ならですね、そこまでして旅行に行かなくちゃダメなのかいっ
とかですね、あの SF 映画じゃないんだからとかですね、まあ、そういうことになるかもしれないんですけれども、まあまたそんなこと言ってんの、古い古いっていうことでね、あの、まあ、やってみたんですよ。あの、まあ、やってみたって言ってもね、あの、まあ、その YouTube でま探してきた、まあ、音声、まあ、映像をですね、まあ、聞きながら流しながら、まあ、本を読んだっていうだけでね、あのお弁当まではちょっと作れなかったんですけど、YouTube ってね、本当に何でもありまして、まあ、そういう、こう、映像あるんですよ。あの、機内からね、あの、外を映して、まあ、空の上に行ったりとか、その、離発着時の、アナウンスとか、そういうのも流れながらですよ。で、それを聞きながらね、あの、やってましたらね、あの、まあ、本当にね、旅行に行った気分にこれなるんですよね。まあ、不思議なもんで、あの、パーンっていうね、あの、アナウンスあるじゃないですか。まあ、あれを聞くとね、あの、まあ、離発着時の、まあ、旅ならではのドキドキ感、ワクワク感っていうんですか、ちょっとした緊張感みたいなものがですね、まあ、頭の中にふわっと出てきまして、これなかなか良かったんですよ。で、まあ、こう、ってことはあったよっていうことでね、あの、新幹線はどうだろうということで、あの、私、関西ですので、まあ、東京から新大阪、の、まあ、映像、新幹線の映像、音声っていうのを探しました。まあ、ありましてね。まあ、それを聞きながら、まあ、目をつぶっておりましたらですね。まあ、あの、東京から大阪に帰ってくるっていうことは、まあ、何か東京で成し遂げて、やることやって帰ってきて、まあ、仕事帰りとかですね。まあ、そういう情景になったのか、まあ、非常によく眠れたというですね、ことがありましてね、まあ、なかなかこう、あ、こういうことになるんだというなかなか発見ありましたね。まあ一方でですよ、私ですね、乗り物酔いというのがですね、まあ、非常に強いたちでして、まあ、学生の頃原付なんてものに乗ってましたが、坂の上から坂の下まで原付を自分で運転して、坂の下ではもうすでに酔っているぐらいのね、あの乗り物酔いをするたちなんですけれども、まあ音声をね聞いてるまあだけだったんですけど、そう、機内にしても新幹線にしてもですね、まあ、ちょっと酔っちゃったっていうのはまああったんですけどもね、まあ、それぐらいのね、あの臨場感がやっぱありまして、まあ、旅がね、旅が好きな方はですね、こういうこともね、やってみると本当に楽しいんじゃないかなっていうのはね、思いましたね。まあ、正気というですね、常識の蓋がふわーっと浮いてこないようにですね、強い決意でですね、そういう強い決意という重しで、正気という名の蓋をぐーっと抑え込むという、そういう工程はやや必要になるかもしれませんけれども、まあ、GoTo トラベル、まあ、ごうなトリップならぬ、合法トリップということでね、皆さんにも妄想旅行、この夏、私からもおすすめしたいな、なんて思います。麦太郎さんにはですね、ご自宅の機内でアトリエナルティ飲みながら、編み物していただければな、なんて思います。素敵な夏となりますように。アテンションプリーズ。僕らのラジオ。はい、では続きまして、こちらはですね、新潟県にお住まいのラジオネームスライムベスさんからのメールです。こんにちは、こんにちは。毎回早川さんの芸達者ぶりに感心しつつ、プッと吹き出しながらあっという間の40数分間を楽しんでおります。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。この夏の予定、全く夏らしくありませんが、世の中の流れと同じく家の片付け、断捨離などをしてまして、結婚25周年を記念しておめでとうございます。夫の許可もいただき、婚約指輪をピアスに直してもらお直ししてもらっています。これで眠らせたままではなく、常につけていられます。出来上がりが楽しみです。いつもなら地元の長岡花火に行くのですが、残念ながら中止です。現地でご覧になったことはありますか？まだでしたら、ぜひ河川敷での鑑賞をおすすめします。中盤に上がるフェニックスという中越地震復興祈願花火には、花火は、
視界すべてが花火です。大げさではなく本当に。来年は各地イベントが無事に開催されるといいですね。ではまた、といただきました。ありがとうございます。スライムベースさん、読ませていただくのは2回目ですね。お元気でしょうか。しかし長岡花火が地元でということでね、なんと羨ましい。先日もね、4発だけでしたっけ、打ち上げたんですよね。ニュース映像で見ましたけれども、とってもね、綺麗な花火でしたね。私ですね、長岡花火と言いますと、先日に、他界されました大林信彦監督のこの空の花、長岡花火物語っていうね、大林監督らしい、すごくとっても変わった映画でしたけれど、印象に残る大好きな作品でしてね、その映画で、長岡花火のことは知ったんですけれども、皆さんもね、ご存知でしょうか。長岡花火、一度ぐらいね、写真で見たことはあるんじゃないかなと思うんですけど、なんて言うんでしょうか、ラインダンスみたいにね、横にずらーっと並んでいるであろう花火筒っていうんですか、花火の筒がですね、並んでまして、そこから一気にね、打ち上がるんですよね。打ち上げ開始でございますってやつでしょね。まさに圧巻の風景でね、あだこだね、知ったようなこと言ってますけれども、もちろん目の前で見たことはありませんので、いつか見てみたいなと思います。ありがとうございます。花火と言いましたらね、花火大会と言いましたらば、ゲームの集まれ動物の森、あつ森、どう森、皆さんご存知でしょうか。このラジオでもね、何回か言ったかな、ゲームの話の時とかにね、なんか言ったような気がしますけれども、ご存知ない方のために少し説明をしますと、ちょっとうまく説明できるかわからないんですが、私もね、息子に教えてもらったんですけど、ゲーム会社の任天堂がですね、2001年だったかにですね、発売をしたシリーズ化されているゲームソフトでして、7作目だったかな、そのどう森シリーズ最新版が今年の春に発売されて、大ブームになっているんですね。息子も激ハマり中でして、でそのゲームはね、どんな内容かと言いますと、動物の森はですね、架空の世界、その最新版のものだと、無人島に暮らしてですね、お家をリフォームしたり、買い物をしたり、虫を取ったり、釣りをしたり、そういう好きなことをするというゲームなんですけど、これがですね、例えば自分のキャラクターが着る服とかをね、デザインすることができるんです。あと、お家の壁紙とか、看板とか、本当ね、センスと時間さえあれば、結構な世界観を自由に表現できるんですよね。で、加えて今はネットでつなぐこともできますから、そうなるとどうなるかって言いますと、友達の島へ遊びに行ったり、友達を自分の島に呼ぶことができるんですよ。で、今これがどういうことになってるかと言いますとね、例えば、世界的なアパレルメーカーが、そのゲームのデザイナーっていうんですか、そういう人を雇ってね、島全体をアパレルの世界、アパレルの世界観一色にしてですね、そこでファッションショーをするっていうようなことが起こってるんですよ。多分ね、普段ゲームをされない方からすれば、は？どうかしてると思われそうですけれども、宮崎駿さんにもね、心底呆れられそうですけれども、本当にね、そういうことが起こってるんですよね。でね、この8月はですね、毎週日曜日かな、その夜7時から花火大会がゲーム内で行われてるんですけれども、前置きが長くなりましたが、うちの息子がですね、少し前からここで花火を見るねんとかですね、縁日を作ったよとかですね、やけに自分の島中をお祭りムード一色にしているなというふうにね、思ってましたらば、
まあ、先週の日曜日ですかね、私の妹の娘、まあ、私の姪っ子で、まあ、息子からすればいとこの子と、あとアトリエナルセのスタッフの里子のですね、まあ、息子、まあ、この息子もですね、あの小4の子で、その2人をね、あの島に招待しまして、まあ、おもてなしをしてるんですよ。まあ、おもてなしってね、まあ、例えば用意しておいたプレゼントをあげたり、まあ、自分の島のですね、その花火大会がそのゲーム内でずっと行われてますから、花火観覧スポットなんかっていうのを作ってね、そこに案内してみんなで見るっていうのね、まあそういうことなんですけど、まあ子供たちもね、まあ思い思いの、まあ浴衣を着たり、まあそういうおしゃれな洋服を着てね、遊びに来て、まあこれ改めて言いますけど、ゲーム内ネットの世界ですよ。ね、で今年は、まあ、長岡花火もそうだったように、まあ、そのイベントがね、まあ、軒並み中止ということで、まあ、親もねせっかくの夏休みなのになかなか、まあ、外に、まあ、連れ出してあげられない状況ですから、まあ、そういうバーチャルな世界とはいえですね、子供がねなんかキャッキャしながら打ち上げ花火を見たり、縁日でお店屋さんごっこしたりですね、あとまあくじを引いたり、一緒に手持ち花火をぶん回したりしてるのをね、あの見てたらね、まああのなんだか説明のつかないよくわからない気持ちになっちゃいましてね、青春だなって言ってね、あの感動して泣けてきてしまった始末でね、あのゲームの世界なんですけどね。でもすごく感動したんですよね。まあ、あのさっきの、あの新幹線ね、あの飛行機の、まあ、妄想プチ旅行じゃないですけれども、なんかね、今年はちょっとその諦めかけていた、まあ、夏の経験をね、あの、させてもらったような気になりましたね。まあね、あの、そんなゲームでの夏体験もまあいいわけですけれども、来年はね、花火大会、まあ、もろもろのね、楽しい夏のイベント、開催されるといいですね、ほんと。そんなわけで、なんとかナルセステッカー、スライムベスさんお届けさせていただきますので、楽しみにお待ちください。僕らのラジオ、はい、というわけで今回もエンディングということになりました。今回はですね、初めてになるかな、あの日中にですね、真っ昼間に今これ録音をしておりましてね、なるさやごさんは今、別の作業がちょっとありますのでアトリエの方に出かけていていないんですけれども、2階にはね、息子がおりまして、その息子は何が機嫌がいいのかよくわからないんですけれども、長時間 OL さんのような鼻歌をずっと口ずさむというんですか、ふん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 ってね、ずっと言っているのがまあうっすらと聞こえてきていたりしますので、なんと言うんでしょうか、私の気持ちがややいつもとは違うテンションでお送りしていたりしたわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。最近ね、知ったんですけど、YouTube ってね、やっぱり短ければ短いほどいいんですって。あの、短い方が、視聴回数っていうんですか、あの、見てくださる方、聞いてくださる方が増えるらしいんですけれども、僕らのラジオはどうなんでしょうか。皆さん、いつもありがとうございます。そんなわけなんですけれども、ここで一曲、他力本願の生みの親、ラジオネーム、クラクエンのジョージ・クルーニーさんから、お悩み相談コーナー、なんとかなるせ知らんけどにですね、メールをいただきましたので、エンディングなんですけれども、少し読ませていただければと思います。これ書いてくださってるんですよ。かっこ、咳払い。私は、クラクエンというところで小さなギャラリーを運営しています。そこでは作家さんの作品展やイベント、写真館、子供ちゃんのお絵描き教室、様々な形で皆さんといい時間、いい空間を過ごしていただいています。そして今年、いわゆるコロナ禍で変わってしまった世の中、これからのニューワールドに向けてギャラリーも進化していかねばと考えております。
佐野元春さんなら、あ、いや、早川拓馬さんなら、ニューワールドに向けて、例えばギャラリーとしてどんな対応をしていくのがいいと思いますか？ナイスでグッドなアドバイスをお願いします。ということで、リクエスト曲は大江千里さんのグローリーデイズですといただいております。一生懸命ですね、考えたんですけれども、私なりになんですけどね、何でしょうか、このラジオでね、どのように回答をしても非常に個別具体的なものになってしまいましたので、別途ですね、私のアイデアと呼べるかどうか分かりませんが、個人的にですね、ジョージ・クルーニーさんの方にはその旨お知らせをさせていただきます。というか、もうしたんですけれども、このメール届いたって電話をしてくるおかんの感じっていうんですかね、ともあれね、ここのところずっとですね、そのコロナ禍ですかになってから、特に最近はその傾向があるかしら、地にね、足をつけて物事を考えられないというか、いくつかある選択肢の中から、堂々とこれっていうのをね、一つ選べないような状況になってるんですけど、皆さんもね、おそらくそうなんじゃないかな、なんてことを思うんですけど、専門家でさえね、意見が分かれてますから、私たちなんかはね、少なくとも私は、まだよく分からないんだってことがよく分かったっていうね、今はそういう状況なんだっていうふうに、思ってるんですけれども、一方でね、素人なりにぐずぐずといろんなことを考えながら、2歩すぐ進んで3歩下がるっていうかね、今交代しましたけれども、3歩進んで2歩下がる、2歩進んで3歩下がるっていうね、だから、いろんな失敗も起こってくるし、隣の人は自分とは違う行動をするかもしれないんですけど、そこに目くじらを立てていてもしょうがない気がしていましてね、ただちょっと気をつけようと思うのは、そういういろいろと考えた結果ですね、健康ならとにかく OK みたいなところでね、落ち着いちゃうのは、僕はそこに落ち着きがちなんですけど、今に限ってはもしかすると違うのかもしれないな、なんてことは思ってるんですよね。もちろん、そこは基本だし大事なことだと思うんですけど、キャッチコピーみたいなね、短い文章で、次の時代に向けた解決法はこれだっていうことをね、世の中が手に入れるのは多分もう少し時間が必要な気がしますのでね、それまでは、それぞれの場所で、それぞれの個性で、それぞれの環境で、ごちゃごちゃとあれこれ考えながらですね、一人一人が、じりじりと何かを変化させていく時期かな、なんてことを思ったりしてるんですけれども、あまりうまく言えてないかもしれないですけど、こういう時にしかわからなかった、お店の、ひいては、自分の強みっていうんでしょうか、もしくは知らないうちに思い込んでいたこととか、そういう自分たちの気づかなかったものを、発見できればいいな、なんてことを、アトリエナルセとしても思っていたりします。というわけで、苦楽園のジョージ・クルーニーさん、ありがとうございました。なんとかナルセお届けさせていただきますね。それから、改めまして、最後にですね、メッセージのお届け先、これ言わないとダメですね。言わせていただきます。ご質問、ご相談、メッセージは、info@atelier-naruse.com まで。綴りは、info@atelier-naruse.com.com ですね。info@atelier-naruse.com まで、件名を僕らのラジオプレゼントのお届け先のご住所、お名前をお書き添えの上お届けください。あとあれですかね、特にこのお悩み相談コーナーっていうのは、成瀬綾子さん発案だったりしますから。今度はね、成瀬綾子さんにも、もしメールいただきましたらね、登場してもらいましょうかね。出てくれるかしら。そんなわけではございますが、
今回のここで一曲他力本願はラジオネームクラクエのジョージクルーニーさんからリクエストをいただきました。大江千里のグローリーデイズです。あと私からもですね、大江千里の夏の決心、こちらの曲もこっそりプラスしたりなんかして、ではラジオが終わりましたらお手持ちの CD、 それからご利用のサブスクでお楽しみください。それでは今回も長時間のお付き合い誠にありがとうございました。突然ですけれども、ではまた。